ご自身でちょっとボールを打ちながらでも大丈夫ですので、適正なバランスっていうのを少し探してみていただければいいかなと思います。でその探し方としては、まずかかとで重心を乗せて、その後に母指球をつける。この重心のままクラブを上げて下ろしていけると、はい、非常にバランスのいいスイングになると思います。皆さんこんにちは、大和田沙羅です。本日はドライバーの体重バランスについてレッスンをさせていただきたいと思います。今回お話ししていく体重のバランスっていうところが、構えた時の重心になります。いわゆる母指球っていうワードは聞いたことがある方は非常に多いんじゃないかなと思っておりまして、この母指球でこう構えすぎてしまう方も中にはいらっしゃるんですね。このように母指球で構えすぎてしまうと、かかとが少し浮いてしまう分、どうしても下ろしていく際にボールに近づいて少しアウトサイドインであったりとか詰まってしまうような動きをされている方も非常に多いなっていうふうにレッスンをしてて最近思います。ですので少しかかとも意識していただけたら嬉しいなと思っております。母指球はもちろんついている状態なんですけども、かかとはついた状態を意識してみてください。でまずは重心を少し後ろに下げて、かかとをつけてから母指球をちょっと踏んであげる。そうすると足全体がこうベタッとくっつくような形になりますので、重心のバランスは非常に良くなります。今から少し打っていくんですけれども、つま先重心に過ぎてしまう方はこのようなボールになってしまう方もいらっしゃるかなと思います。そしてかかと重心過ぎてしまう、これもやりすぎてしまいますと、インサイドからクラブ振りやすくなるんですけれども、ややトップ目にボールが当たってしまう、この下ですね、はい、当たってしまう方も多いので、ご自身でちょっとボールを打ちながらでも大丈夫ですので、適正なバランスっていうのを少し探してみていただければいいかなと思います。でその探し方としては、まずかかとで重心を乗せて、その後に母指球をつける。この重心のままクラブを上げて下ろしていけると、はい、非常にバランスのいいスイングになると思います。練習ドリルとしましては、よくスローモーションでビデオを撮っていくと、つま先重心の方っていうのがですね、インパクトでちょっと両足かかと浮いてしまっている方、このような方も多いので、少しベタ足で練習をしてみてください。はい、このようなハーフスイングで構いませんので、ベタ足で練習していきますと、かかとが浮かず、インパクトでつま先も浮かない、そんな重心配分が身につくんではないかなと思っております。はい、そうすると少しずつ下でもなく上でもない、中心、いわゆる芯でボールを捉えていく感覚になっていきますので、芯に当たる分ボールスピードが上がって飛距離も伸びていくんではないかなと思います。ぜひこの重心構えた時にどれが正しい動きかわからない方は、少しまずかかとをつける、その後つま先をつける、でフルスイングした時にもちょっと難しいかなと思う方は、今みたいなベタ足でハーフスイングの練習ドリルを取り入れていただけると非常にいいかなと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。ゴルファボでは上達に役立つメルマガを定期的にお届けしています。今登録者さん限定で新しくドライバーの飛距離アップに欠かせない12のチェックリストと練習ドリルが入った電子書籍をプレゼントしております。ドライバーを遠くに飛ばすために絶対に欠かせないチェックポイントが入っています。登録はもちろん無料です。 URL は概要欄、そしてコメント欄に記載しておきますので、ぜひそちらからダウンロードして飛距離アップに役立ててみてください。